はい、相馬龍です。ディスクジョッキーの時間がやってまいりました。本当はどんどんやりたいんですけどね、喋りが下手なので、いつも文字で書いております。6月に入っていよいよ梅雨を迎えますが、皆さん心に準備できましたか？ご機嫌な心に梅雨は受け付けません。私は梅雨が嫌いなんですが、まあしょうがないでしょうね。1年で1回だけたくさん降らないと水が心配でございます。どうでしょうか、皆さんの地方は、今年は雨が降りますでしょうかね。まあ、あんまり、大洪水みたいな感じにならないように祈っております。いよいよ梅雨が明けますと、私は四国へ旅立ちます。今度記事で四国の情報くださいという記事を、アップしますので、よろしくお願いいたします。四国のあっちこっちをですね、車で配下、要するに車に寝泊まりしながら、回り込んでいきたいなと思っています。そうですね、2週間ちょい四国にいるかな。暇な人はお茶でも誘ってください。喜んで、怒られます。多分金銭的にピンチになると思いますが、途中で食べ物がなくなったら熊と戦って熊の肉を食べたいと思います。四国には熊がいるかどうか分かりませんが、そんなこんなの旅の中で最終的に坂本くんに会おうかなと思っております。坂本くんは龍馬と言いますが、彼は私の命の恩人でございます。火炎隊のような会社を作りたいと20代に思いまして、見事火炎隊のような会社を作りました。私が若干27、8、若い連中は18、それで、会社を起こしたんですが、33以上に私が生きちゃいましたんで、会社は思わない方向に成長しました。しかしあの青春はやっぱり、火炎隊の青春だったんじゃないのかなとこう思っています。映像は勝手に流れてますが、気にしないでください。私の声だけを気にしてください。そんな感じで、今日もディスクジョッキーが始まって早3分少々、お別れの時間が来ました。それでは皆さんごきげんよう。またね、また会ってね。じゃあね、バイバイ。